ということでお時間になりましたのでですね、ちょっと静かにね、あのご飯を食べてるとか鮮烈ですか、そう日本語わからないですが、ほんの少しだけ、お付き合いいただければと思います。本日は田舎マルシェということでですね、田舎マルシェって名前でしたっけ田舎野菜マルシェということで、茨城県のね、野菜を無農薬のね、本当にね茨城の野菜美味しいんですけども、何よりもカレーがね、食べました？カレーね、すごい美味しいですよね。もうめちゃくちゃ美味しいカレー、茨城の野菜と、そして今日は茨城の音楽をということで、たくさんね茨城アーティストいっぱいいるんですけれども、ありがたいことに本日呼んでいただきました風見静香と申します。短い間ですが、よかったらちょっとでも聞いててくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ねえねえ準備はいいかいと聞きますので、茨城弁で予感弁ってちょっと言ってもらっても大丈夫ですか？ちゃんとね、そう、あの予感弁でいきましょう。いきますよ。ねえねえ準備はいいかい、いいですね今日は来てくれてありがとう、ねえねえ聞いてくれかい、予感弁、もう一回いきますか。ねえねえ聞いてくれかい、ありがとう。私の思いのこもった歌をそこらずぐんで生きてくろう、その辺に座って聞いてくださいという茨城弁の歌をお届けしたいと思います。本当に今日は来てくださってありがとうございます。ぜひ外の皆さんもね、気軽に聞いててください。今日は田舎野菜マルシェに来てくれて本当にありがとう、私とても嬉しいよ、せっかく来てもらったから、私精一杯歌うよ、いきますよ。ねえねえ準備はいいかい、今日は来てくれてありがとう、ねえねえ聞いてくれかい、私の思いのこもった歌をそこらずうんで聞いてくろう、そこらずうんで聞いてくろう。ありがとうございます。素晴らしい予感弁、ありがとう。ありがとうございます。茨城の私はですね、境町というところですね、古河市出身で、今境町というところが、私の出身地で、今住んでるところです。つい先日ね、あの渡辺徹さんがですね亡くなられてしまったんですけれども、あの私が生まれ育った古河はですね、もう古河のスターなんですよ。渡辺徹さんといえばね、ちょっと若い子にはわからないかもしれないんですけれどもね、本当にね突然のことでびっくりしました。生きづらいけど生きてやる系シンガーソングライター、そんな肩書きで、活動しております。今の世の中生きづらいなと私は感じていて、まあ、そんな生きづらい世の中だけれども、音楽があったからなんとかこうして生きれた自分がいるなって思っています。今度はね自分がその存在になれたらいいな、そんな思いで、全国いろんなところで歌を歌っております。次の曲はずっとずっと、歌い続けている曲です。大学生の時に就職活動して、いろんなことを感じました。なんかすげえ悔しい思いもたくさんしたし、まだ私が就活してた頃は、どちらかというと学力重視な世の中で、その人を見るというよりかは肩書きばっか、なんか悲しいなって思って、そんな時に作った、曲をお届けしたいと思います。それでは聴いてください。人でいたい。勉強なんかできなくていいから、深い悲しみわかる人でいたい。
式なんか知らなくていいから、つらいつらい痛みはわかる人でて、いっぱいになんてなれなくていいから、さっきもちょっとお話ししてたんですけどね、まあ、渡辺徹さんが本当に突然ね61歳という若さで亡くなられてしまったということでですね、本当にね人生何が起きるかわからないなって本当にねよく思います。まあ生きづらい系と言ってね、生きづらいけど生きてやる系というね、肩書きでやってるぐらいなんで、すごくあのメンタルが弱くてですね、メンタルももう心も体も弱いみたいなそんなやつでですね、なんかちょっとうまくいかないことがあるとすぐにポキッとね心折れてしまうような私なんですけれども、すごく話は変わるんですけどもね、皆さん先日のサッカーの試合は見ましたか？見た？もうね、
私ゴリゴリの昔ちょっと茨城出身でこれを声を大にしてはなかなか言いづらいんですけども、私浦和レッズファンだったんですよね、大学生の頃。レッズファンでですね、ちょっと鹿島アントラーズ応援じゃないかって感じなんですけど、私が住んでるあのね町はですね、あの一番近いクラブチーム浦和レッズなんですよね、実を言うとね。鹿島アントラーズの鹿島はめちゃくちゃ遠いんですよね、茨城ね。すごい鹿島本当のこの先っぽのね、茨城のこっちの方なんでね、ちょっと遠いんですけども、まあね、そのサッカーがね本当に今ものすごい、歴史を塗り替えておりまして、あのねスペインだったりドイツだったり、ワールドカップを優勝してた、国々に日本が今勝ち続けているということで、本当になんかこう何が起きるかわからない、絶対にないということは絶対にないなと私は本当思っていて、人はすぐなんかね今までのこととか、過去を振り返ってどうせそうだろうとかって、決めつけてしまいがちだけれども、結局どんなこともやってみないとわからなくて、何があるかはわからなくて諦めてしまったらね、ああどうせ無理だろうと思って諦めてしまった人にはきっとチャンスは来ないし、諦めてしまった人には勝利は来ないんだろうなって、本当そんな風に思わせてくれるような、試合を今見せてくれてます。いつだってどんな時だって、その人が変わりたいと思った瞬間に、人生を変えていけると可能なことはきっとないと私は思ってます。もともと私人前でね歌えなくて、めちゃめちゃ苦手でした人前に立つことが、それでもたくさんね、当時は東京に住んで毎日毎日いろんなところで路上ライブやりました。人が怖かったので全く人がいないところからスタートして、次の日はもうちょっと人がいるところで歌ってみよう、次の日はもうちょっと繁華街行ってみよう、そんな感じで一歩一歩進んで今があります。あ、本当に人って変われるんだって誰よりも私が、分かっています。なのでね、人生いつどこで何があるかわからないからこそ、自分がやりたいと思ったことは絶対に今やるべきだと思うし、また今度でいいやなんてことは絶対になくて、今この瞬間を、全力でやれることやることが大事なんじゃないかな、そう思ってます。何歳だっていくつになったってどんな時だって命がある限り私たちはどんだけでもいくらでもやり直せる、そんな思いで書いた、曲をお届けしたいと思います。聴いてください、いつだって、答えはない。
海外の横には間違いが座ってる。いつだっていつだって希望の横には絶望が、絶望の横には希望が座ってる。いつだって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 まだ終わりじゃないさ。ここから始めるんだ、そうさ。いつだって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 まだ終わりじゃないさ。ありがとうございます。ということでですね、今日ね、こちらでずっとね動画が流れている自由自在のね、元谷さんという方がね主催で今日やってくれております。この映像も茨城なんですかね。中の出てくる場所も茨城の水戸市ですよね。水戸市、茨城の水戸市ということで、茨城じゃなくて茨城ですからね、皆さんね、はい。さっきもここで茨城の野菜ですって言って配ってたら、茨城じゃなくて茨城ですよって言ってすごい怒られたって言ってました、ね、本当に茨城で本当に茨城って、私もたまに茨城の人が一番茨城って言ってるんですけど、でも茨城って言うと本当に怒られるんで気をつけてくださいね、ぜひね来るときは。私もですね、本当に元谷さんとはですね、いろんなご縁があって出会わせてもらいまして、もう本当家族のようにですね、もう親戚みたいなぐらいすごく仲良くさせていただいていて、もう本当に家族全員がうちお世話になってるみたいな感じなんですけどもね、もう本当にでも元谷さんと、出会えてなかったらここにもいなかったわけで、本当にたくさん助けられすぎまして、毎回元谷さんとね電話するたびにもうと泣くぐらい、私は昨日もちょっと泣いてました、実を言うと本当にねいろんな、支えられてき、ました。そのね元谷さんがですね、うち昔実家がですね、うちも今自動車屋があるんですけども、ちょっとうちもいろいろとありまして、その自動車屋の事務所をですねちょっと改装して、お母さんと一緒にちょっとカフェをですね最近、オープンさせました。その時もですね元谷さんにもね本当にお世話になりまくりまして、うちも廃材とかねいろいろ使って、作ったカフェです。ぜひね茨城ね、皆さんここに来てる人たちはねきっと茨城近いと思ってくださってる方のが多いんじゃないかなと思うんですけど、意外と茨城近いんでね、特に私の住んでる境町はかなり、近いと思いますんで、ぜひね境町に来ることがあったらぜひね、カフェ&カーラフという、ね、名前でやっております。障害があっても、学校に行けてなくても、交通連れでも動物連れでもどんな人でもラフな気持ちで来ていいよという気もね、思いを込めてラフという、ね、名前をつけました。ちょっと名前だけじゃなくてね、営業日もちょっとラフな感じになっちゃってるんでね、ぜひね遊びに来る際はちょっとご一報いただければと思うんですけれども、ぜひ茨城ね遊びに来ていただけたら嬉しいです。マジでね茨城の野菜、うちの野菜もですね結構ご近所さんからいただいたものとか、無農薬のものをなるべく使ったりとかもしてるんでね、ぜひよかったら遊びに来てください。ということで今日も本当にその元谷さんのシェアハウスの仲間たちで今日はやっているということでですね、でも今日のカレーはすごいですね、本当にね、ことりまるさんのカレーマジで美味しかったです。本当に美味しかったです。もうしかもレシピ教えてほしいですって言ったら、適当だから分かりませんって言われて適当でうまいさを出せるんですかっていう感じですけど、本当にめちゃめちゃ美味しかったです。もうぜひスクールやってほしいなと思ったんで。ちなみに普段はもう食べれないんですもんね、これね。言えば作ってくれるらしい。ちょっとぜひうちのカフェでもお願いしますって感じですね。本当にマジで嬉しいです。でも本当にねご縁ってどこでどんな風にねつながるか本当わからないなって、思っています。生きてると本当いろんなことはあるけれども、
の出会いも絶対になんか意味があって、起きているなって思っているし、縁だけじゃなくてもこの縁という場所ですけど、人とのご縁だけじゃなくても、悪いこといいこと生きてるといろいろあるけど、それの全部全部なんか気づかなきゃいけないことがあって、起きてるんだろうなって私はそう思っています。なんかこの人のこういうところムカつくなとか、この人のこういうところ嫌なんだよなって思うところって、人は鏡って言うけど意外と自分自身の部分だったりとか、人がこうして出会うことって絶対に意味があるんだな、嫌なこと悪いことだと思うことも後から考えてみたらあれがあったからだっていう何か気づきをもらえるね、いらっしゃいませ、きっかけになることもすごくたくさんあったなって思います。今日こうして皆さんと出会えたことも、私にとってはプレゼントだし、皆さんにとっても、プレゼントになったら嬉しいな、そんな思いを込めてプレゼントという曲をお届けします。Stay.
行ったりしないで、迷ったりしないで、くれてここに来てくれてありがとう。風見静香でプレゼントでした。ありがとうございます。リバーブなくて大丈夫です、申し訳ないです。はい、ということで、うん、長々と皆様本当にお付き合いいただきましてありがとうございます。次の曲で最後にしようと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。この曲が終わったらアンコールと言っていただきたいんですけれども、大丈夫ですかね。ご協力よかったら、すいません、ご協力よろしくお願いします。もうね、ね、ちょっとね、風を凝らしてしまいましてですね、こじらせてしまいまして、ちょっと今日はお聞き苦しい声でもちょっと大変申し訳ないんですけれどもね、最後は負けるもんかという曲を私歌っております。人生ね、生きてるといろいろあるとさっきからずっと言ってるんですけれどもね、生きてる、生きるということをしてる以上、私たちは何にも負けてないなと思っているし、生きるを選択しているということは何かに勝っていると私はそう思っています。負けそうになることも、辛いこともきっと誰にでもあると思うんですが、それでも、どんな時も別に私は負けてもいいと思っているし、負けてもいいと思ってます。ただただ命さえあれば、生きてれば何だっていいと思ってます。なのでね、何か挑戦したいとか何かやってみたいことがあるなって思っても、いろんな声が聞こえてくると思うんです。そんなのお前にできるわけがねえとか、バカなんじゃないのとかね、私も本当にたくさん言われてきました。それでも、誰よりもね、その声は自分自身が言ってるなって思ってるけど、時にはそんな声に耳を塞いで、自分にはできるんだと、自分なら大丈夫だって、誰よりも自分が自分を励まして、自分を寄り添えて、寄り添って、いける、そんな曲になれたらいいなと思って最後にこの曲をお届けして終わりにしたいと思います。改めて今日は本当にね、呼んでくださりましてありがとうございました。そして全然ね、今日初めましての方も、わざわざずっと耳を傾けてくださって本当にありがとうございました。またどっかでお会いできたら嬉しいです。風見静香でした。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。負けるもんかって声を出して、そう自分はできると信じて、たとえどんなこんなな状況も私は勝つと決めたんだ。できる、やれる、負け顔なんかするなよ、笑って吹きて、楽しんでこう、よっしゃ行くぜって。どんな辛いことも苦しいことも生きてればみんなで笑っちまえばなんとかなるさ、そんな思いで作った曲を最後にお届けします。本当に今日はありがとうございました。できなくて悔しくて泣いた夜もある、すごい上手いあの子が羨ましい日もあった。ありがとうございます。何ができるかわからないまま、それでも無我夢中に、誰より頑張った自分を信じてやりたい。負けるもんかって声を出して、そう歓喜の涙流すんだ、たとえどんな困難な状況を私は勝つと決めたんだ。できる、やれる。
きなんだろうなとか、なんかそんな風に割と思ってしまいがちだけど、きっとすごいことを成し遂げてる人も、あ、自分にはダメかもしれないって諦めそうになる時絶対いっぱいあっただろうなと思って、でもその時に諦めないでやるをやってきたから、きっと今があるんだと思います。これからもお互いいろんなことあると思いますが、負けるもんかっていう気持ちで生き抜いて、やりたいことやって生きていきましょう。負けるもんかって諦めないで、未来は自分で作るんだ、たとえどんな困難な状況も、これはチャンスだ、掴み取るんだ。できる、やれる、好きじゃない今を見るんだ。狙って描いて突き進もう。負けるもんかって声を出してそう、自分はできると信じて、たとえどんな困難な状況も、私は勝つと決めた。生きづらいけど生きてやる決心が膨れた風見静香でした。本当に皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。お電話尺よー、ありがとうございます。ありがとう、ということでですね、今日のイベントまだまだ続きますよね。4時まででしたよね、確かね。4時半までね、続くということでございますので、ぜひね最後まで楽しんで帰っていただければと思います。ちょっと私今日は声があれがあれで、あれでだったんでね、もしよかったらあの CD だったらすごいよく聞こえるね、いい声なんで、もしよければねあの CD も持って帰っていただければと思います。ということで今日はねきっといろんなつながりがあってここに来てると思います。ここ数ヶ月数年でですね、本当にびっくりするぐらい命に触れる瞬間がたくさんありました。ね、さっきも話したみたいに渡辺徹さんが突然亡くなっちゃったりだとか、ついこの間まで元気だった人が、またねって言ってまた会えなかった人が、たくさんいました。死にたい死にたいって言ってた友達が本当に死んでしまったり、生きていると何があるかマジで分かんないなって思ってます。多分ここにいる全員がそうだと思います。いつどこで何があるか分かんないからこそ、やっぱりさっきも言ったけど、やりたいと思ったことはまた今度じゃなくて今やるべきだなって、それが自分を大切にすることだと私は思ってます。お互い生きてたらいろいろあるけど、それでもまた生きてどっかで再会できたら嬉しいな、そんな思いでまた生きて会おうという曲を最後に歌って今日は終わりにしたいと思います。本当に皆様今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。後で皆さんの元にチラシ配りに行きますので、もしよかったら受け取ってください。本当に今日はありがとうございました。難しいことを僕らはしていて、笑うという課題も課して今日も生きているんだ。頑張りすぎてるのに頑張って、この頃の自分に間違って
自分で死んでゆく。また生きて会おう、また生きて会おう、また生きて旅行して会えるさ、だからまた生きて会おう。一緒にいる一番素晴らしいことを僕らはしていて、この時間が心をほぐして生きる意味をくれる。一人になるとダメになって、暗闇から抜け出せなくて、この時間を忘れないで、現実はいろんなことがあるけれど、また生きて会おう、また生きて会おう、また生きて旅行して会えるさ、だからまた生きて会おう。ことがあるけれど、また生きて会おう、また生きて会おう、また生きて旅行して会えるさ、だからまた生きてやれ、また生きてだから、また生きてやわー。今日はありがとうございました。最後まで楽しんで参加してください。楽しんでた皆様もありがとう。それ YouTube とかもやってるんです。よかったら YouTube を検索してみてください。お手を拝借よー。